こんにちは、粟田洋介です。以前別の動画でマットフレームの作り方をご紹介したんですが、それよりもはるかに簡単な方法で楽そうできる方法を今日はやりたいと思います。マットフレームを切るのは難しすぎるとか、まあそこまでやらなくていいや、まあ時間がないからという方におすすめの方法です。マットフレームというのはこういうマットボードをくり抜いて、で裏から絵とか写真をこういう風に入れるものですね。今日もマットボードをこう用意したんですが、これは別にこんなボードじゃなくて普通のペナペナの紙でも大丈夫です。でちょっと額を用意したんですが、これに合うようにちょっと切っていきます。こんな感じで切れましたが、このボード切るの大変だと思う方は色画用紙とかを使えばハサミとかでも簡単に切れます。で何をするかというとすごい簡単で、ちょっと一枚小さい絵をここにマウントします。マウントするというのは紙の上にこういう風にするのをマウントと言います。でテープとかで止めます。だいたい真ん中ですね。でこれをこうやって額に入れて完成です。こんな感じで出来上がりました。でこれ動画撮るときに光っちゃうんでガラスが入ってないんで、こういう風に浮いちゃってるんですけど、ここにガラスを入れるとこんな感じでキキッとなります。でここ長さ測らなかったのでちょっとまっすぐじゃないんですけど、気になる人はこのね長さを測ってでちゃんとくっつけてもいいと思います。ただこれ簡単な方法ということだったので、こういう風に大雑把にやってみました。私はこうやってマウントするときはきちんと測らないことが多いです。あとこれアクリル絵の具とかそういうので描いた場合は、ガラスとかのアクリルガラスなんかにこうやってくっつけとくと絵がガラスに貼り付いちゃうので、額から出した時にこうくっついちゃってビリッて剥がれちゃうことがあるので、まあ、ペンとか水彩絵の具とかだったらいいんじゃないかと思います。あと鉛筆とか色鉛筆とかですね、パステルとかだとガラスにこうやってくっつくわけですから、ガラスに結構色が映ります。剥がす時に絵が薄くなっちゃうっていうリスクがあります。でもそれでも気にしないっていう人はそういう風に使ってもいいんじゃないかと思います。そういう意味ではこのマットフレームっていうのはこの下に入れるので、このマットの厚みの分ガラスから距離を取れるので、作品がガラスに直接くっつけるのを防いでくれます。あとはまあ見た目もいいんじゃないかと思います。でもマウントする方法もこんな感じで見た目結構いいですし簡単なので、皆様もぜひ試してみてください。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が少しでも良かったという方はグッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。